んだじゃないですよ。プロデューサー、分かっててやったんですか。だから、あれ、そういえば僕、理由話してませんでしたっけ。ほら、僕、テレビ局開局50周年記念のスペシャル時代劇に出演が決まったじゃないですか。僕が時代劇ってめちゃめちゃ喜んでたんですけど、届いた台本を読んでみたら、ちょっとストーリーが。僕、主人公の息子役だし、プロデューサーどう思いますか。凛しくも美しい。それってかっこかわいいみたいな感じですか。そっか、僕が女性だからこそこの役が回ってきたんですね。そういうことか。あ、でも男役だってことを怒ってるわけじゃないんです。気に入らないのはストーリーで。実はですね、お話の中で僕、女装するんです。だから女装です。主人公である父親を助けるためにお姫様に変装して敵の城に忍び込むシーンがあって、しかも相手役のセリフが、若様、まるで本物の女子のようでござりまするな、ですよ。お芝居でもそんなこと言われるのは悔しいです。僕は正真正銘本物の女の子なのに。そうですか。はい、確かにお姫様の衣装はすごいのを着ることになるみたいです。お姫様役なんて来ないから、これって実はチャンスなのかも。プロデューサー、はい、楽しみにしててください。ガツンと可愛く演じてみせますよ。プレゼントの整理ありがとうございます。分かっちゃいましたか。実はすっごくいいプレゼントもらっちゃったんですよね。近いけどちょっと違うってところですね。もう一回チャンスをあげますから、僕が何をもらったか当ててみてくださいよ。僕がもらって喜びそうなもの、プロデューサーならわかりますよね。そうです、お金とかじゃ買えない、その人の大切な時間をかけて作ってくれた、そういう手作りのものが一番心にグッときますね。レースのハンカチです。しかもただのハンカチじゃないんですよ。レースのところが手編みなんです。模様も細かくてすっごく手が込んでるんですよ。そりゃもうすごくかかりますよ。1週間やそこらじゃできないんじゃないかな。僕も作ろうとして挫折したことがあるから大変さはよくわかるんです。
そうですね。あ、そろそろ次の仕事の時間だ。雑誌の取材でしたっけ。プロデューサー、取材の時にプレゼントのハンカチのことを少し話してもいいですか。ありがとうございます。送ってくれた人、記事を読んでくれるといいんですけど。はい。最近嬉しかったことですか。ファンからのプレゼントですかね。手編みレースのハンカチをもらって、手間がかかっててすごく綺麗なんです。送ってくれた人にとっても感謝しています。どうもありがと
プロデューサー、早速始めましょうか。新速ダンスって何ですか？違いますよ。今日はトレーニングで汗をかくんです。それじゃあプロデューサー、早く着替えてきてください。何言ってるんですか？そうやって運動しないでいるとあれになっちゃいますよ。あれです、ほら最近ニュースとかでよくやってるなんとかシンドローム。そう、それです、メタボリック。プロデューサー、ここのところ忙しくてろくに運動してないでしょ。だから今日は僕が徹底的に付き合ってあげます。プロデューサー用のトレーニングメニューもちゃんと考えてきましたから、ヒヒー。実は今日はプロデューサー感謝デーなんです。いつも助けてもらっているプロデューサーに何か恩返ししたいなと思ったんです。で、僕にできることって言ったらやっぱり体を動かすことですからね。そんなこと、僕プロデューサーと一緒に体を動かすのを楽しみにしてたんですよ。はい、ガンガン行きましょう。じゃあ早速始めましょうか。まずは軽くランニングマシーンから。もうですか？まだ始めたばっかりじゃないですか。何言ってるんですか？この後にダンスとスカッシュと水泳があるんですよ。今日は感謝デーだからおまけにシャドーボクシングもやろうと思ってたのにな。ダメですよ、普段運動してない分これぐらいはこなさないと。ことですか？それってつまりいっぺんにやらずに毎週来てちょっとずつやろうってことですか？確かに運動って続けた方が効果ありますよね。それにその方が僕も毎週プロデューサーと一緒に運動できていいかも。ことなら仕方ないですね。今日はこのぐらいにしときましょうか。その代わり来週もまた一緒に運動しましょう。約束ですからね。待ち望んでいた瞬間がついに来たって感じですよ。それでプロデューサー、
どんな風にイメチェンするんですか？そこが重要ですよね。そうですね、やっぱり僕としては正統派がいいかなって思うんですけど。はい、やっぱり女の子としてはフリルとかリボンがいっぱいな方がいいですよね。パラソルを刺して白いゴンドラから登場とか、そういう感じで。それからやだな、だから正統派アイドルの話ですよ。決まってるじゃないですか。僕もいよいよ可愛い正統派アイドルになれるんですね。でもプロデューサーがそこまで言うならいいですよ。僕他のイメチェンでも OK です。それでプロデューサーはどんなイメチェンを考えてるんですか？おやきですか？意外すぎです。不満ですか？あ、そうだ、ありました。少しやってみます。うちのプロデューサー、僕が女の子っぽい衣装を着ると笑うんですよね。あとはうちのプロデューサー、たまに僕が女の子ってこと忘れてるっぽいんですよね。この前もお土産だって言って牛丼の超大盛りを買ってきたし。あ、なんか言ってて面白くなってきました。でもイメチェンを提案したのプロデューサーじゃないですか。ダメです。僕ぼやきキャラ気に入っちゃいましたから、これでいきます。はあ、やりって言ってもプロデューサー乗ってくれないんですよね。面白い。